ゆっくりとゲートの中収まって全場ゲートの中体勢完了スタートしましたほぼ揃いましたさあ先行争いまだ広がっていますが7番のラストドラフト間からさらにそのうちには6番のカテドラルも前へと行きましたその2頭の直後内からずっと5番のランホザローですが3番手につけて8番のカフジジュピター並んでいきます その後ろ1番シン反差9番のシークレットランが追走です内から2番のヒンドタイムズ4番のマートレボイスと続いて各馬1コーナーを回ります花を取り切ったのは6番のカテドラルリードア2バシン 7番ラストドラフトが2番手3馬審査5番のラン・フォザ・ローゼスが3番手4番手2馬審査8番カフジ・ジュピターまた2馬審相手9番のシークレット・ランの追走1馬審内から2番のヒンドゥ・タイムズが行って半馬審査の4番のマードレ・ボイスが接近向正面です1馬審後方に内1番のカイザース・クルーンとさらに12番のダノン・ラスター直後に3番のクリスタル・バローズ2馬審査川崎の10番ないまま最後方3馬審相手11番のリ リルメインという体型61秒1で 1000m を通過3コーナーへと向かいます 花を着る6番のカテドラルリードは半馬身ぐらい2番手に7番のラストドラフト2頭の直後に1馬身半馬身差を詰めて外から12番のダノン・ラスターとさらにその内からは5番のランホザ・ローゼス先端4頭が固まって残り600を通過ダノン・ラスターは少し下がって変わって内から上がってくる2番のヒンドゥ・タイムズさらには8番のカフジ・ジュピターそしてその外に接近が9番のシークレット・ラン。 第4コーナーのカーブさらに外並んで12番のダノン・ラスター第4コーナーをカーブラストドラフトが先頭に立って直線へさらには、外から5番のランフォザ・ローゼスが差を詰めるカテドラルは交代そしてヒンドゥ・タイムズがその直後に接近戦て200を通過シークレットラン現在3番手争いカフジ・ジュピター、外から11番リーガルメイン坂を駆け上がって7番のラストドラフト先頭5番のランフォザ・ローゼスが2番手3番手は2番のヒンドゥ・タイムズラストドラフトゴールイン 第59回形成杯制したのは7番ラストドラフト。